茨城県道二百六号新川江戸崎線、稲敷市場、須田、起点付近茨城県道二百六号新川、江戸崎線は、茨城県稲敷市内の一般県道である。稲敷市場、須田の新都川に架かる国道百二十五号の新都橋のたもとより分岐して、東に伸びて、稲敷大橋西交差点で、北西方向に曲がり道州木島地区を経由して、道市、 柏木篠田小渡区間で国道125号と重複し、同志桜の県道江戸崎新都根線交点で終点となる路線。路線名の新川は稲敷市の平成の大合併以前の旧自治体であった稲敷郡東村大技、新川、江戸崎は同じく同志の旧自治体である稲敷郡江戸崎町がそれぞれ由来である。1966年、 前身に当たる県道浮島江戸崎線の路線を延長して、稲敷郡東村大技新川国道124号分岐を起点とし、稲敷郡江戸崎町大技江戸崎の主要地方道、成田江戸崎線交点まで至る区間として、茨城県が県道路線を変更した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号206となり、現在に至る。 起点付近の新棘川左岸沿いの道路は、一車線の境愛寺である。稲敷大橋から柏木の終点までの主要な区間は、道路改良がされており、対向に車線の見通しも良く、交通の流れの良い道路となっている。道路法の規定に基づき、稲敷市場須田道市柏木間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。本県道は稲敷市のほぼ霞ヶ浦の湖岸沿いの定地にある。主に田園地帯が広がり霞ヶ浦や新都根川を眺めることができる。沿線の自然豊かな浮島地区は霞ヶ浦の中でも貴重な湿原が残る自然公園が整備されている。本県道の延長線上にカントリーラインと呼ばれる農道が稲敷大橋から 南東方向にまっすぐ伸びており、稲敷市西大地区へ行くことができる。ありがとうございます。